皆さんこんにちは、なるほど店です。今日ですね、こちらのメディック隊長さんと一緒に、あれですね、動画撮ってくださいということでしたので、そうですね、お撮りしたいと思いますね。こちらですね、今私ちょっとかぼちゃものすごく集めてるんですけど、もうちょっとでですね、240個溜まって、あれですね、コウモリの羽ですか、取れますので、それもですね、近々載せたいと思います。で、今回ですね、クランレベルが、3でしたっけ、3に上がりますので、まあ、その動画撮ろうと思って今つけたら、まあ、起動したらあれですね、メディック会長さんに誘われたので今遊んでるんですけど、早くですね、クラン武器のスナイパーとショットガンは欲しいんですけど、なかなか、キャラ変えます。いやー、もうクランゴールドが全然たまらなくてですね、まあ後でちょっとご紹介してますけど、かぼちゃ、あー、かぼちゃない。じゃあメディック隊長さん、ありがとうございます。また今度ご一緒してください。一応今回までって伝えてますので、クランですね、チャンネル登録募集ですね。あれですね、経験値じゃないけど、これ何でしたっけ、得点でスコア0なんですけど、今ですね、19人ですね、クランレベル2ですかね、ありまして、あー、ちょっとすいません、ちょっと動画撮影中ですので、今ですね、あれ、レベル3にするには、経験値ですか、今4354ありますけど、3000ですね、必要で、クランゴールドが、2万ですね、必要になります。あ、経験値増えて、まあ、3000超えてるんですけど、もうクランゴールドがたまらなくてですね、まあ、私ダイヤでまた2万まで頑張ってあげましたので、これで、レベル3ですね。そうですね、パーセント S からパーセント S にアップグレードすみません、これグレードアップしてないような気がするんですけど、2万クランゴールドですね。じゃあいきます。トゥルトゥルトゥルルーンってやつですね。いい音です。もう一回聞いてレベル4にしたいですけど、これで、おお、5人増えましたね。25人、いやー、すごいですね。いや、私遊んでますと結構ですね、皆さんから声かけていただいてて、いや、クランに入りたいですって方ですね、ちょっと今人数いっぱいだったのお断りしてたんですけど、坂井祐希さん、小田ちゃん、福沢諭吉元74歳さんと、一応3名ちょっとメモってて予約していただいてたんですけど、まあ、もしも他のクラン入られたら、また、まあ、機会ありましたらこちらの方、なるほどのクランまで遊びに来てください。お願いいたします。ということでですね、今回の動画以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。そうですね、私メディック使ってるのでやっと星5に色付きになりまして、まあ、せっかくですから、あれですよね、クランレベル上がったので、前回開放してますハンドガンですね、こちら購入したいと思います。今までこちらの近畿ドゥっていうんですかね、を使ってたんですけど、そうですね、これ使ってましたね。なんかあんま変わらないですよね。何が変わるんですかね。むしろちょっと悪くなってるような感じがするんですけど、まあどうせだから買ってみます。じゃあメディック組んで、はい、おお、やりましたね。いやー、早く使ってみたいですね。ちょっと少しだけ少しだけ使ってみますか。おお、いいですね。ちょっと、あれや、いやー、最近ですね、皆さんから誘っていただいて、まあ、フレ登録とかもしようって言っていただくんですけど、ちょっと私がフレいっぱい登録してますので、あれですね、
全然当たらない。あとなんかあまり強くないような気がするんですけど、気のせいですかね。33ですか。お、斉藤も吉71歳さんがいらっしゃいますね。で今後ですね、ちょっと今クランレベル3に上がりましたけど、一応クランレベルあれ何でしたっけ、5でしたっけ、スナイパーなので5になってからですね、スナイパーをなかなか、スナイパーを解放するのをちょっと急ぎたいですね。あ、狙われて、後ろから狙われてました。でクランレベル6になって、何でしたっけ、ショットガンのやつですかね、を解放してから残りをですね、クラン武器を解放しようかなと思いますので、さあということで、なんかしばらくずっとクランゴールド貯めないといけないような生活をしないといけないわけですね。いや大変ですね。もうレベル4ですか、次の経験値が6000でクランゴールドが4万ですね。ちょっと心折れそうなんですけど頑張ってダイヤを貯めていくしかないですね。あとはまあクラン戦頑張るしかないですね。まあ、ということでですね、今回の動画は以上になります。それではまた、次の動画でお会いしましょう。